かがでしょうか。あ、治った治った治った。あ、じゃあなるほど、イヤホンを取り外せば良いっていうことですね。はい、ということで、はい、ではこのラストワークはですね、私がこの1週間ずっと続けてきたビスを、この今まで発行されてきたビスを振り返るという枠にしたいなと思います。ごめんね、大変嫌な音だったよね、きっとね、私には聞こえなかったんだけど、ごめんなさいね、ごめんなさいね。ラスト、はい、頑張りましょう。はい、ではまず2020年1月号から見ていきたいと思います。はい、レインボースター投げてくださると嬉しいです。レインボースターはゲージの一番下にあります。一番下にもしレインボースターがあってあったら、よかったら投げてもらえると嬉しいです。はい、ラスト頑張りましょう、頑張りましょう。はい、というわけでビスの2020年1月号の表紙はアイズワンです。アイズワン、めちゃんこかわいいの。これがまたそのビスの世界観とアイズワンのメンバーさんのみんなのなんかその個性だったりとかがもうめちゃめちゃキラキラに輝いてます。しかもね、これ表紙めくるとまず一回さくらさんなのめちゃくちゃ良くないですか。あー、リンボタワーにクマもありがとうね。はい、もうこの私アイズワンさんめちゃめちゃ好きなので、この最初のページだけでも本当に素晴らしい気持ちになる。しかもこの時のなこちゃん金色なのよ、髪の毛が。かわいいこと、かわいいこと。しかもメンバー一人一人のなんかパーソナルな部分に迫ったインタビューとかがめちゃくちゃ素敵です。はい、かわいいなぁ、なんか本当に絵になる。いや、このね、ひーちゃんさんめちゃめちゃかわいい。このトランプをしてるひーちゃんさんすっごくかわいいです。はい、でね、1月ということでちょっと冬物なんですけど、ちょっとモノトーンのページだったり、あとメイクも冬仕様ですね。ちょっとくすんだ色というかマットめな感じとか、はい、すごい色が冬あったかみのあるメイクがたくさん載ってて、すごいかわいい。うん、いいなぁ、かわいいなぁ。この山田アンナさんのページかわいい、すごくかわいい。なんか私の好きな写真の質感です。はい、すごくいいなぁと思います。うん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 。あ、コスメ系ですね。コスメ、振袖ってやっぱりかわいい。振袖のページがある、とっても良いですこんばんはって、リンボ投げるよって、ありがとう、ありがとうございます。振袖のページ、お着物のページがいいですね。なんか夏は浴衣のページがあって、それもすごくいいなと思ったんですけど、私すごい和服がすごい好きなので、こういうページ見るとすごいテンション上がります。はい、くまちゃんにタコにありがとうございます。くまちゃん本当にありがとう。レインボースターもしあったら投げてもらえると嬉しいです。はい、あのレインボースターはゲージの一番下、スクロールして一番下にあります。はい、そうなんですよ。お、50カウント完了って、ありがとうございます。さっきの枠が見れなかった方は50カウントができる、そう、最終枠となってます。はい、着物の、あ、私それで言ったらちょっとこのイベントとは関係なくもないんですけど、このお着物のページ見てすごいいいなと思って、ずっと思ってるのが、あのお着物を着るお仕事とか今後してみたいですね。はい、なんか二十歳の時に振袖を着てやっぱりすごい可愛かったから、うん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 、なんか
髪型とかもすごい一つにまとめたりとか、いろんな 見え方、帯とかあと着物の組み合わせとかでいろいろ変わるから、それが素敵だなと思って、はい、いいなと思ってますあ、かわいい。なんか冬だとすごいあったかみのあるさ、ニットとかモコモコ系の女の子ってすごいかわいいじゃないですか、はい、あ、20プラス、嬉しい。 BLT さんのかな、20っていうね、20歳の時に記念で、記念じゃないけどさ、20歳ということで、そう、振袖とのグラビアをやらせてもらった時、よかったですよね。私もあの着物すごい好きだった。うさぎちゃんとモミジがついてて、すごい、私秋生まれでうさぎ年だからすごいぴったりでした。うんうんうん1週間量レインボーも全部投げた、ありがとう、お疲れ様って、ありがとうございます、頑張って、頑張ります、最後まで頑張りましょう。お、一周50ひなたん完了ですって、お、村上で着た着物とても似合ってましたって、あー、そう、あの村上でも町屋をお着物で巡ったことがあって、その時水色のお着物着たかな、薄水色のうんうん、それもすごく楽しかったです。はい、お、一周プラスレインボー終わりました、レインボーはギリギリまで取っておくっていう人もいらっしゃいますね。うん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 、ドキドキですね。あ、枠に合う女性は魅力的、すごくわかるの、本当に。なんか日本人ならではというか、なんかすごいあったかい気持ちになりますよね。うん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 、すべて完了と、ありがとう、親毛が怖いね、ちょっとね、そこで今ドキドキしてます。1位で走り切りたいという気持ちと、結果はですね、明日の12時に正式に発表される予定です、はい、落ち着こう、ひなた、落ち着こう、落ち着こう、ひなた浴衣好きなんだねって、そう、浴衣好きなんです、すっごく、うん、さっき見て焦ったねえ、焦っちゃう、でも深呼吸して、大丈夫って私は信じて頑張ろう。あー、欲しい、最後まで頑張ってねって、うちも投げたよって、ありがとう、ありがとうございます。そう、配信がね始まる前にモフちゃんから連絡が来て嬉しかった、頑張ってねって、そう、連絡が来て嬉しいと思って、そう、本当にメンバーのみんなも応援の言葉、応援のメッセージを送ってくれたりとかして、すごい嬉しかったですね。はい、きっとラスト10分が勝負、うん、頑張ろう。はい、あと30分ないくらいかな。はい、チーム3人とともに頑張ろう。あ、楽しいだけどカウントしに来ましたって、ありがとう、本当にありがとうございます、嬉しいです大丈夫、やばい、ドキドキしてきた、ドキドキするね、ドキドキしますね。私の一押しのミリニア見つけました。このページのミリニアが一番好きです。はい、この2020年1月号のダイエット企画のミリニアが1ページ1ミリニアなんですよ。このミリニアがめちゃめちゃ可愛いです。三つ編みしてるんですけどね、はい、すっごく可愛いです。このミリニア好きだな。はい、ねー、いいですね、この号もすっごく良い。うん、サイピーさん発見、サイピーさんかわいい、サイピーさんのこの黒いワンピースすごいかわいいな、黒のベレー帽もかわいい、パールついててすごいおしゃれ、うん、星だけ完了って、ありがとうございます、頑張ろう。とはいってもまだ
はい、まだね、30分、27分、26分くらいあるので、ちょっとドキドキですね。ひなたのカチューシャ可愛い、ありがとう、はい、またミリニャと会えればいいねって、ねえ、ミリニャと、ミリニャに会いたいな。はい、では続いては2020年3月号のビスを見ていきたいと思います。2020年3月号のビスは吉岡里帆さんがカバーガールですね。はい、お、星回収から戻りました。やっと長い30分だってね、ちょっと長いですけど、はい、油断すると危ないです。いや本当にその通りなんですよ。ドキ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 リホちゃん可愛いね。吉岡さんめちゃくちゃ可愛いですよね。この表紙は多分イベントページのあのビスの説明みたいなページの写真だと思います。これ皆さんがイベント、このイベントをに参加してくださるにあたって概要欄とか見てくださった場合はこの写真が載ってたと思います。はい、うんうん、あ、くまちゃんありがとうね。1位から3位はあのビスの表紙じゃない、紙面に載ることができるんですけど、1位各グループイベントがあって各グループの1位の6人選出されて、その中からビスレギュラーモデルに1人選ばれます。そうなんです。最後まで頑張ろうね、絶対頑張ろう、うん、大丈夫、安心して、うーん、安心はちょっとできないけど大丈夫とは信じたいな。そう、1位を私はこのイベントでずっと目指して、で1位がいいなと思って、はい、イベントに参加することを決めました。1位を狙って、はい、参加することを決めました。私は、はい、いやもうこの雑誌がもうすごい好きなんですよ。もう創刊号からずっと好きなので、はい、絶対にあの紙面にも載りたいし、1位になったらもしかしたらその大好きな雑誌の紙面にずっと載れる、1年間乗れることがあるかもしれないって思ったらやっぱり挑戦したいなって思うし、何よりその写真を撮ってもらうっていう、写真を撮られるって、ちょっとアプリ重かったかな、止まっちゃったよね、大丈夫かな、重かったかな、はい、なのでそうですね、ドキドキなんですけども、男性が買っても大丈夫？私はすごい大丈夫だと思います。なんかこのイベント期間中にたくさん話してたんですけど、そのすごいパーソナルな部分をすごいフューチャーされたりとか、内面的な部分とかをすごいインタビュー記事にしてるなっていう印象があるので、なんかファッション誌ですけど、なんかいろんなテイストのお写真があって、いろんなテイストのお洋服だったりがあって、でかつその素敵な女の子、なんかお顔が可愛い女の子ってやっぱり内側からにじみ出るものがきっとあると思うので、そういった部分を知れるのがすごく楽しい雑誌だと思ってるので、私はすごくこの雑誌が好きです。はい、そうなんです。なので精一杯その1位を目指して参加しよう、このビスが好きだなっていう気持ちをもうあの それだけで本当にこのイベントに参加したんですけど、その気持ちをたくさんの方が応援してくださってて本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。はい、というわけでちょっと続いて見ていきますね。いやでもこの号もこの最初の吉岡さんのページがめちゃくちゃいいんですよ。外の写真が多めなんですけど、その森の中の吉岡さんだったりすごい自然とマッチしてて、
でも衣装はすごいフリフリだったりレースが多いんですよ。でなんかそこの違和感、そこの違和感がすごい世界観となって写真になってるっていうか、そうなんか現実なんだけど現実感のないような別世界のような世界観を作り上げてるなって思います。森の妖精、あなんかそういう感じに近いかも、言いたいことはそういう感じに近いかもしれないです。はい、うん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 、すごいいいなと思います。14ページの吉岡さんの写真が好きですね。逆光の写真なんですけど、後ろから、太陽が出てて、で森の中で吉岡さんがこうやってしゃがんでるんですけど、その逆光の感じと光の入り具合とその吉岡さんのこのフォルムがすごいマッチしてて素敵です、素敵です。はい、うん、この今手に入れたい覚めない夢っていう特集のページもすごくお写真が素敵です。すっごく可愛い、はい、なんかレトロな感じだな、すごく、うん、レトロな感じ可愛い写真の感じもすごい温かみのある、そうフィルム感というか、あ、ババフミカさん可愛いですよね。新潟県出身の方なんですよね。わかりますわかりますあと20分、お、あと20分だ。確かに、いや最後ラストスパートかかってきますよね、絶対ね。うわー、この最後の20分が本当に長い、長いか、長いよね。いや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 、本当に最後どうなるのか分かんないですもんね、ドキドキ。しかもラストだとその結果がどうなったか分かんないので、なんか一概にもうね結果が正式に出るまで分かんないからね。レインボーの指示ください。レインボーはこれは最後に投げた方がいいのかな、どうなんでしょう。はい、いやでも最後までイベントみんなでやりきりたいですね。最後がいい、最後が55分過ぎたがいいらしいです。はい、お願いします。5分前かな、そう。でもまあ間に合わないくらいなら投げてくださった方が私は嬉しいです。はい、ポイントにやっぱりなるので、はい、ありがとう、初見さんなのにありがとうございます。初見さんでたくさん応援してくださってありがとう。はい、レインボーのね投げ忘れだけは、そうね、もうちょっと控えたいかなといったところですね。はい、結果はですね、正式な結果発表は明日のお昼に出ると思います。はい、止まったら怖いけど、確かにサーバー的にね重くなっちゃって固まったりとかしたらすごいドキドキですね。星投げと一緒にレインボー投げちゃったよって、いやでも本当にそれでもありがとうございます、ありがとう。みんな泣いてます、あーそうだよね。でも本当にこのイベントを参加してる NGT の8人みんな、もちろん私も全力でこのイベントに挑んできたし、でも他のみんなも同じくらい本気でやってきたと思うんですよね。はい、なのでその結果なんだと思います。はい、ありがとう、たくさん応援ありがとう。いやー、いつもの20分は短いけど今の20分はめちゃくちゃ長い。確かにレインボー知らない人、あ、レインボーはですね星100個分のポイントになるので、もしあったら投げてほしいんですけど、どこにあるのかっていうと自分のゲージの一番下までスクロールしてもらうとある場合があります。もしなかったらアカウントのところで簡単に今からでも多分すぐにポイントゲットで
レインボーゲットできるのかな、チャレンジっていうところからそうレインボースターをゲットすることができるので、よかったらよろしくお願いします。今までにない視聴者数、あードキドキですね。もうすぐで1万人来そう、頑張りたいと思います。でもまだね、あのビスの解説途中、解説というか私の好きなページ途中なので、それも進めつつ、はい、そのお話もしつつ、ドキドキしながら、はい、みんなでこのイベントを最後までやっていこうかなと思います。やっぱりビスのイベントなのでね、ビスのことを語って私は終わりたいなと思ってます。はい、そうですね。あでもやっぱドキドキするよね。うん、でもあ、じゃあ雑誌の方に戻りたいと思います。はい、この2020年3月号はですね、3月号ということで、もう少しで春っぽい春の季節がもうちょっとで訪れるということで、ファッション的にはやっぱりそのどんどん季節先取りしていくじゃないですか。なので春っぽいページもあります。でこの絶対可愛いの組み合わせ法則っていうページがすごい可愛い。まず春らしいあのパステルカラーを基調としてるページっていうのと、このレイアウト、ページのレイアウトがめちゃくちゃ可愛いんですよ。なんかノートに写真を貼り付けてレイアウトしたみたいな。でこの字体もすごく可愛くて、私今度なんか T シャツとか作るときこのフォント使いたいくらい可愛いです。あー知らぬ方ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。ラスト15分って、わーラスト15分だめちゃめちゃドキドキする。でもやっぱり暖かくなると銀紙チェックが可愛いなって思いますね。銀紙チェックのお洋服が載ってたりとか、カラフルなものがすごい可愛い。白とかもすごい映えるし、今年はねあのピスタチオカラー、ちょっと薄めのグリーンだったりとかが流行ってたので、そういうのとかが載ってて可愛いですね。あとビスのどのページ見ても思うのが、アクセサリーが どれも可愛いなっていう、アクセサリーのチョイスがすごく可愛いなっていうのがいいなって思うところで、そうこのページのところもイヤリングもすごいこんくらい垂れ下がってるイヤリングだったり、あのピアスなんですけどすっごいキラキラしてるので、なんか写真映えってやっぱりその顔周りがキラキラしてるとすごく映えるなって思うので、なんかそういった意味でこういう風に写真を眺めてるだけでも、あー素敵だなって、女の子って素敵だなって思います。はい、そうなんですよ。この山本舞香さんのページもいいな。なんか日常の中で日常風景、こういう風にお家の中だったりとか外の道路とか、あとはお店の中だったりとか日常の風景だけど、自分着てるものはめちゃくちゃ衣装みたいな、そうなんか現実の世界とはちょっとずれてるみたいな写真がすごく異世界感が出て好きですね、私は。はい、あードキ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 好きなことを語れるのはすごく楽しいけど、イベントって思うとやっぱりめちゃくちゃドキドキするね。ねえ、差もちょっとずつ多分ここからもうちょっと縮められちゃうのかなって思ったらすごいドキドキするんですけど、でも私は最後までビスを語る、それで1位になる1位になる、好きなものを語って1位になると思ってます。わあ、アウキーさんがいらっしゃる、ありがとうございます。最後の最後に見に来てくださってね、イベント中もアウキーさん何回か来てくださってすごく嬉しいですね。はい、追い上げがそうね、ドキドキですけども、やっぱりあー緊張だね。絶対1位になるって、絶対1位になれるように頑張りたい。あ、この3月号の2020年3月号の麦坂さんの
そうページがあるんですけど、乃木坂さんが出てるページがすごい春らしくて可愛いです。今はピクニックとかできないですけど、なんかもし来年春が来たらこういうあったかい日差しの中でピクニックとかしたいな。おしゃピク、はい、すごく可愛い。この写真可愛いな。あの私、はい、女の子がシャボン玉を吹いてる写真がめちゃくちゃ好きなんですよ。外ですごいシャボン玉がキラキラしてて、すごい幻想的だし、何よりシャボン玉を吹いてる女の子が可愛い、はい、といったあの個人的な好みを、はい、話してしまいましたけど、はい、あ、メイクのページにミリニャがいます。ミリニャかわいいね。猫メイク、猫ピンクのメイク、あれだ、あの中国メイクをしてるんだこのページ。ミリニャがかわいい、すごい大人っぽいメイクも似合うね。このミリニャの65ページのミリニャのスタイリングがすごいかわいい、大人っぽくて水色のシャーリングで、でイヤリングもすごい長くて、はい、すごくかわいいです。会いたくなっちゃうね、ミニアの話すると。会いたい、はい、やー、あと10分、あと10分になります。あと10分だ、イベント終了まであと10分。やー、ドキドキですね。あー、たくさん応援ありがとうございます。本当にありがとう。あと10分、ラスト、ここで全てが決まります。あー、でもここまで本当に一生懸命楽しく毎回配信内容を考えるのも楽しかったし、ビスをこうやって一から最初から見直して、読み直して、なんか改めて、あ、このページのここよ、初めて読んだ時にすごく惹かれたなとか、そう、1ページ1ページめくるたびになんか初めて見たそのページのことを思い出したりとかして、すごい楽しかったです。うん、まだ終わってないけど。そうなんですよ。あ、ドキドキの実を食べたみたいだ。ドキドキしてるね。ドキ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 、最後まで頑張っていきましょう。はい、毎日楽しく過ごせたよって、本当になんかそういう風に楽しくできてるのは本当にみんなのおかげなんです。ありがとう。いや、もう1位でしょとは言い切れないと思います。ちょっと何が起こるかわからないのがこのイベントだと思うので。あ、レインボー投げに来たよ、ありがとう。レインボー投げに来てくれてありがとう。いやー、どんどん差が縮められてる。やばいかもしれん、やばいかもしれんな。ねえ、キャドラマみたい。ねえ、全然言えない。いやー、ありがとうございます。初見の皆さんも本当にたくさん応援してくれて、たくさん見に来てくださってて本当にありがとうございます。大丈夫、大丈夫かな、笑えん。でも口角下げたら、あの、いいことは自分から掴みに行くって決めてる。いいことは自分から笑顔で口角上げて掴みに行くって決めてるから、みんなで頑張っていきましょう。不安、え、めちゃめちゃ不安だよ。でも本当にこのイベントに参加っていうか、このイベント自体、あの、本当にポテトグループにそういうイベントをやらせていただけるだけ本当に嬉しいです。だってこのイベントがなかったら私はきっとその大好きなビスにも乗れるチャンスもなかったかもしれないし、はい、だからすごくすごく嬉しいです。はい、というわけでこの2020年3月号もすごく素敵なビスでしたね。素敵な回でした。回、素敵な号でした。で、一番イベントが始まる前に語った最新号
2020年5月号、もう本当に素敵な号です。はい、ドキドキですね。危険危険危険だけどね。はい、差がちょっとドキドキですね。あと7分、あと7分ないから6分くらいです。あー、チカラちゃんが2位になった。いやー、こうやって1位でドキドキするのもこのイベントで初めてだし、いや本当に1位で走り切りたいですね。5分前に大きく動くよ、だよね。いやー本当に頑張りたい。間違いなく縮まっている。そうよね。でもここでみんなでこうやって一つ一日一日積み重ねてきたのを結果として残したいっていうのももちろんあるし、はい、ドキドキします。めちゃくちゃドキドキします。でもこの気持ちが本当にみんなに伝わればいいなと思うし、1位で本当に通過したいです。はい、はい、もうこの愛を、この好きな気持ちをとにかくみんなに伝わればいいなと思うし、この私が好きなものを好きって言ってくれたら一番嬉しいから、5分前、5分切りました。イベント終了まで5分切りました。はい、皆さん手元にレインボースターがある方はよかったらレインボースター投げてください。投げてくださると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、レインボースターは自分のゲージの一番下に、はい、あると思います。なのでよろしくお願いします。なんとしてでも1位で終わりたい、このイベント。お願いします。レインボー投げたよって、ありがとう、たくさんたくさん本当に応援ありがとうございますね。たくさんありがとう。レインボー5個しかなかった、本当にありがとうね。レインボー投げ切りました、ありがとうございます。たくさんギフトでの応援もありがとうございます。本当にありがとう。いやーちょっと1位になれるか不安ですね。今のところはそうだけど、やっぱりそのみんなきっと頑張って、どこのチームも頑張ってると思うので、ありがとうレインボー、あーたくさんありがとうございます。すべて投げ切りました、ありがとう。たくさん応援してくださってありがとうございます。そして見てくださってありがとうございます。あと3分、あと3分になります。あー2位、そんな嘘じゃんって、嘘じゃんって、1位じゃんって、1位じゃんって思うじゃんって、絶対1位がいいです。私は本当にこれは本当に、1位で終わりたいという気持ちが、はい、頑張りたいですね。このなんとしてでもビスで1位を取りたい、そのためだけにこのイベントに参加したので、本当にちょっと今回はやっぱり譲れない、1位がいいです。はい、この大好きなビスに少しでも乗れるように頑張っていきたいなと思います。はい、本当に頑張りたい。あと残り2分切りました、2分切りましたね。はい、
レインボースターがある方はよかったら投げてくださると嬉しいです。そしてたくさんのギフトでの応援もありがとうございます。本当にありがとうございます。ここまでみんなで一日一日積み重ねてやってきた配信、そして配信内容とかも楽しんでもらえてたら私はすごくすごく嬉しいし、何よりこの私がこのイベントで一番伝えたかったのは、あのビスのイベントに参加してビスを、私の好きなものをみんなにたくさん知ってほしいっていう気持ちだったので、それが伝わってれば嬉しいなと思います。はい、本当にあと1分、残り1分です。あー、1位になれるかな、1位になれるかな。1位で終えられることを信じて。あー、でも今2位だもんな。はい、残り30秒、残り30秒ですね。でも本当に何より伝えたいのはこのイベントに参加して、はい、たくさんたくさん応援してくださった皆さん、本当に本当にありがとうございます。私の大好きな気持ちが本当に伝わったら本当に嬉しいです。1位になれるか、残り10秒キャー。はい、というわけで本当にありがとうございます。ありがとうございました。終わったー、キャー。ダメかな、ダメかな。でも本当に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 たくさん応援してくださってありがとう。イベント終了しました。本当にこの1週間たくさん協力してくれてたくさんたくさんありがとうございました。いやー、位置がいいな。でも本当にたくさんの方が応援してくださったことには変わりがないから、本当にありがとう。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうね、本当に本当にありがとう。だって朝とかもめちゃくちゃ早かったし、そう、本当にありがとう。朝早くから夜遅くまでたくさんたくさん応援してくれて本当にありがとうございます。本当に、うんうん、お疲れ様、ありがとう。あ、逆転1位、どうかな。まだちょっと結果が出るまでは安心できないですけど、でも本当に本当にありがとうございます。たくさん応援してくださって。1位に表示されてる、え、嘘、どうだろう、どうなんだろう、どうなんだろう、どうなんだろう。はい、というわけでちょっとまだ正式な発表が出るまでちょっとよくわかんない、わかんない、わかんないな。コメント欄では1位ですけど、暫定1位、暫定1位。でも明日のお昼まではちょっとわかんないですよね。でも本当に本当に本当にありがとうございます。本当になんか私のわがままなこのビスが好きっていう気持ちにたくさんの応援をいただけてすごくすごく嬉しいです。本当に今回応援してくださった皆さんにはこの今回の件でもちゃんと恩返ししたいですし、あとは本業のアイドルの活動でもたくさんいろんな形で楽しいって思ってもらえるような、はい、活動をこれからもやっていきたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。本当に本当にありがとう、ありがとうね。ちょっとこの
明日結果が出たらちょっとショールームしたいと思います。はい、最後は笑顔で終わりましょう。本当にありがとう。はい、早く会いたいですね。ありがとうございました。どういう感じかわかんないけど、たくさん応援していただけてすごく嬉しいです。なんて言えばいいんだろうな。はい、充実した1週間でした。ありがとう。でもきっと結果がどうであれ、明日ショールーム夜絶対するので、アイスは用意しといてくださいね。はい、アイス用意してショールーム集合です。はい、というわけで今回イベント参加してくださった皆さん、改めて本当にありがとうございました。すごい大変なスケジュールだったと思うんですけど、たくさんの方に応援していただけてすごく嬉しかったです。はい、というわけで皆さんありがとうございました。また明日の夜ショールームでお会いしましょう。そして結果が分かったら、それをみんなでその気持ちを共有し合いましょうね。はい、というわけで本当にありがとうございました。じゃあね、バイバーイ、ありがとう。